アンホルト港、アンホルト砂漠、アンホルト島はカテガット海峡上に浮かぶデンマーク領の島。面積は21.75平方キロメートルで、定住人口は160人である。島へはクレノーからのフェリーが往復している。中央ユラン地域に属する。アンホルト島は16世紀半ばまでスウェーデンハンランド地方のモルプ境界区に属していた。この時代に、 島の境界が建てられた。1645年にデンマークがスウェーデンにハランド地方を譲渡した後もデンマーク領として残った。確証のない話では島がデンマーク領になったのは和平交渉の間地図上の島の位置にビールの入ったグラスが置かれたためだという。さらに自然な弁明として島は 両国のどちらからも遠く、スウェーデン軍から占領されたことがなく、また、スウェーデンにとって重要性のない小島だったからだという。1808年から1814年まで、アンホルト島は、東大機能を修繕しようとしたイギリス軍によって占領されていた。ナポレオン戦争中には、デンマークは軍事力で島を取り戻そうとした。1811年3月27日の、 アンホルトの戦いでイギリス軍の勝利が確定し、デンマーク側には多くの戦死者が出た。戦いの記念碑がアンホルト村中央部に立つ。アンホルト島西部は氷堆積地である。小さな村がその中央にあり、1902年に作られた港は島北西部にある。島東部は北欧最大の砂地として知られる。100年以上にわたり、 島の東端を照らす重要な灯台のための燃料として木々を伐採した結果である。現在、ユニークな景観を保存と圧倒的な侵食を食い止めようとすることに多大な努力がされている。厳密に言えば、砂地は本当の砂漠ではなく、本来あるべき姿でない病理状態である。島の東部にはデンマーク最大のアザラシ繁殖地があり、 観光客の出入りを禁止している。ありがとうございます。